皆さんこんにちは。ズーラシアンブラスニュースが始まりました。ナビゲーターの峰崎圭介です。今日はクラリネットを担当しているメリッサさんが来てくれました。クラリキャットのリーダーでもあるメリッサさんは、吹奏楽の演奏会ではコンサートマスターを務めるしっかり者なんですよね。そんなメリッサさんと同じチームで仲良しのベルちゃんがお正月のコンサートでは大活躍でした。ニューイヤーコンサートの映像からご覧いただきましょう。どうぞ。もちもち亀よならぬもちもち亀よということですね。
喜利も今年の干支にちなんだお題が出ていましたね。ミリサさんはどの動物さんを応援してますか？あ、それはスライドということでトロンボーンのトラさんですかね。あ、トラさんを応援しているということで、そうですね、結構めげずにたくさんボケてましたね。きっとね、同じ猫科なので、応援しているんだと思います。さあ、そんなトラさんが大活躍したのが去年の4月に無観客で行われたズーラシアンブラスカーニバルでした。なんと今年も4月3日に開催が決定いたしました。金管50層のズーラシアンブラスは今年でデビュー21周年目に突入するのですが、オーケストラのズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団は今年が10周年目となります。そんなわけでオーケストラの魅力あふれるプログラムでお届けいたします。普段と衣装も変わって仮面舞踏会のような雰囲気でお届けしますよ。さて、皆さんはもうズーラシアンブラスのアプリはダウンロードしていただけましたでしょうか。昨年末についにアプリが出来上がりました。はい、こちらのアプリですね、とてももうズーラシアンの魅力が1ページに詰まっております。予定がまずとても見やすいので、次の公演、どこである公演、すぐ調べることができますし、チケットを購入するサイトへもすぐ飛ぶことができます。その他ですね、プレイリストで音楽がなんと聴けちゃう、これ太っ腹ですよね。その他ショップの入り口としても活用できますし、こちらのズーラシアンブラスニュース YouTube の方もまとまっております。写真が見れたりですね、あとこのアプリにしかない特性としてはフリービーというポイントカードみたいなね、システムがあります。こちらを演奏会で来たらですね、打ち込んで貯まると素敵な景品がもらえちゃう、そういうシステムになっておりますので、ぜひ皆さんもこちらをダウンロードしてお家でも楽しんでください。さて、続いては皆様からの疑問質問にお答えするお便りコーナーです。それでは今日のお便りいきたいと思います。質問、クラリキャットが可愛くて大好きです。特にメリッサとベルちゃんが好きです。私は中学校に入ったら吹奏楽部に入りたいのですが、初心者でもクラリネットは吹けますか？猫ちゃんたちを見ていると大きさの違うクラリネットを吹いていますが、最初はどういう楽器を選んだらいいですか？演奏のコツもあったら教えてください。ということで、千葉県の小学5年生みゆさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、メリッサさん、これはどうなんでしょうか？大の仲良しの有馬さんに聞いてきたよと。なるほどなるほど。それでは東京厚生ウィンドオーケストラの有馬理恵さんからコメントをいただいております。動画をご覧ください。どうぞ。こんにちは、メリッサちゃんの友達プレイヤーの有馬理恵と言います。千葉県にお住まいのみゆさん、質問をどうもありがとう。クラリキャットではメリッサちゃんとベルちゃんとローズマリーちゃんが普通のクラリネットを演奏してます。で、ペパーミントちゃんがバスクラリネットという大きいクラリネットを演奏しています。で、クラリキャットではたまにしか出てこないんですが、エスクラリネットというちっちゃいクラリネットもあります。で、その中で、初めての始めるクラリネットとしては普通のクラリネットが一番いいんじゃないかなと思います。普通のクラリネットでまず基礎をしっかり固めてから、バスクラリネット、エスクラリネットとかもぜひ楽しんでみてもらいたいなと思います。なので最初のクラリネットはメリッサが吹いているクラリネットをおすすめします。
また演奏のコツもあったら教えてくださいということなんですが、クラリネットは楽器はもちろんなんですが、楽器の一番先端についてるマウスピース、あとリードというのがとても重要なアイテムになってます。ミユさんに合うマウスピースを先生に選んでもらえると上達が早いと思います。あとアンブシュワーって言うんですけど、口の形ですね。楽器を吹く時の口の形がとても重要になってきます。これが最初でちょっと変な癖がついてしまうと、なかなかその癖が治りにくくなってしまうので、最初のアンブシュワーをすごく大事に作ってほしいなと思います。コツとしては顎をしっかり引いて、で口角をキュッと上げ目に、そんなことを意識しながら練習してもらえるといいかなと思います。はい、ありがとうございました。ということで、みゆさんにはこちらのステッカーセットをお送りいたします。皆さんも楽器や動物さんへの質問などありましたら、ズーラシアンブラスのホームページまでどしどしお寄せください。それでは本日はこの辺でお別れです。メリサさんもありがとうございました。またズーラシアンブラスニュースでお会いしましょう。バイバーイ。